はい、皆さんこんにちは、ぜひこです。それでは今回なんですけども、セブンイレブンで最大 20% 戻ってくるキャンペーン発表、 LINE ペイ、ペイペイ、メルペイ3社合同企画ということで、以前ですね、7月1日からセブンイレブンでペイペイ、メルペイ、LINE ペイの決済ができるようになったことが発表されたんですが、今回はですね、それに関連する大きな発表がありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで早速なんですけども、今回は最大 20% 戻ってくるキャンペーンということで、 LINE ペイ、ペイペイ、メルペイでコード決済をすると支払い金額の 20% が還元されるということですね。いや、これはすごいですよね。で、気になる上限なんですけども、公式ページにはこう出てました。期間中各社利用につき1000円分相当を上限として還元と記載があったので、なのでもし3つ利用したら、まあ3000円分の還元が受けることもできるということになりそうですね。今回の期間なんですけども、7月の11日から7月の21日の11日間なので、まあ7月入ってではなくて、すぐではなくて、まあ11日から、まあ多分これはセブンイレブンに多分欠けてるっぽいですけどね、まあここはお間違いないようにしてください。で、還元方法についてはバラバラなので、まあそれぞれお伝えしていこうと思います。それではまずペイペイですね。ペイペイの場合はペイペイ残高およびヤフーマネーで支払いの場合は支払い金額の 20% 分、そしてヤフージャパンカードでお支払いの場合は支払い金額の 19% 分のペイペイボーナスが付与されるということですね。そしてペイペイボーナスは決済日の翌月の20日頃に付与されるということになってます。あとヤフージャパンカード以外のクレジットカードでの支払いはキャンペーンの対象外となってますので、お気をつけください。次にメルペイですね。支払い金額の 20% 分のメルペイポイントをお支払い日の翌日に付与されるようになってます。バーコード決済のほか電子マネーの ID でもお支払いもキャンペーンの対象となってます。キャンペーンの参加をする際にはメルペイの本人確認が必要となっているので、ここはお気をつけください。で、そして LINE ペイですね。支払い金額の 20% 分の LINE ペイボーナスをコード支払い後に付与ということなので、すぐに入ってくるということですね。なのでボーナス付与が早い順でいくと、 LINE ペイは支払い後に入ってくるので1番で、2番目はメルペイは翌日、使った翌日に入ってくるので2番目、そして最後3番目はペイペイは翌月の20日頃ということなので、 LINE ペイ、メルペイ、ペイペイの順番というふうになりますね。ちなみに補足なんですけども、ペイペイの公式には、実はですね、下の方にこのように記載がありました。3社合同の第2弾キャンペーンは、8月の12日月曜日頃から実施予定ですということなので、もしですね、この第1弾が終わってからも、まだちょっと楽しみがありそうということですね。まあ、けどですね、このキャンペーンで3社が協力するのはめちゃめちゃすごいことなんですけども、僕は一つ思ったことがあったんですけども、こんな大きなキャンペーン発表されたけども、セブンペイ大丈夫かなっていうふうに自分的には思いました。ということで今回の動画は以上となりますので、ご視聴どうもありがとうございました。